ハイライトをお送りしましょう。今日は山本と武田が先発のマウンドに上がりました。このカード3回戦1回表、先頭の周東を打ち取ります。周東はレフトフライ、続く今宮サードゴロです。3番の柳田から三振を取ります。一方武田は初回先頭の大谷ヒットを打たれます。うまく打ちましたね。ナイスバッティングですね。バットもあって、バットの前に盗塁です。盗塁があって大谷二塁へ進んでいきました。ノーアウトランナー一三塁で吉田正尚、星1本出ましたね。出ました ね、 ね、吉田タイムリーヒット。とりあえず打てば打てると思いますよ。いいんですよね、はい、1対0オリックスバファローズ先制。3回表先頭の松田はセンターへのフライ、はい、サードゴロです。周東は空振り三振、3回までノーヒットピッチング、フォアボール1個だけという山本。3回裏、武田もこの辺立ち直ってきましたね。そうですよね、コントロールが良くなりましたね。ありましたね。モヤ、ジョーンズいずれも三振でした。6回の表後半に入りますが、山本さえ渡ります。一番ゴロを処理しました。シュートを倒れてワンアウト。今宮空振り三振です。あとは柳田、これはレフトフライでした。7回ぐらいからまた一段と良くなってきます。ギアが入ってくるという山本、グラシアル空振り三振。この回は三者連続三振のイニング。中村晃空振り三振、明石見逃し三振。7回表三者三振でした。7回の裏ノーアウトランナー一塁、佐野幸和送りバント成功、走り打を記録。ランナーとランナー二塁で紅林、サーボール選んで出塁。武田は6回3分の1、110球で降板しました。失点1、よく投げました。7回の裏ランナーとランナー一塁二塁、大田空振り三振。1点が欲しいところですが、佐野光大も空振り三振でした。2番手杉山好リリーフです。8回です。先頭栗原見逃し三振、松田三振で先発全員奪三振。代打デスパイネ、ショートゴロでした。さあ次8回の裏、ツーアウトランナー一塁二塁、チャンスを迎えて泉を攻めるバファローズ打線。バッター伏見、追加点が入りました。伏見タイムリーヒット、2対0。このツーアウトも9回も涼しい顔でマウンドに上がった山本由伸、先頭の長谷川全力疾走で一旦は一塁セーフになりましたが、リクエスト判定覆って一塁アウト、ワンアウト。バッター今宮、これでツーアウト。最後は柳田と勝負、山本投げ勝ちました。これでスリーアウト。9回山本、王者ソフトバンクに1点も与えず完封勝利を飾りました。2対0でオリックスバファローズ今日勝利を飾っています。今日のハイライトをお送りしました。